さて今回はこちら、ホワイトスプリングのちょっと東、こちらの変電所に来ていますね。以前変電所を通った時に内部にキャンプを作れることが分かりましたが、今回ねこのような感じでちょっとキャンプを置いてみて、でこの内部どれくらいいろいろね床とか置けるのかちょっと検証してみましょう。でちょっと横を言うんであれば、あのもうちょい高いところに置きたいんですよね、このキャンプを。ここら辺置けるか、どうしようかな。向こう側のあの上の柱ね置きたいですね。あ、いける、ちょっといけそうですね。あそこでいいか、まず置いてみよう。はい、お、乗りました。あ、40キャップ、おかしいな、キャンプを移動、先ほど5キャップって書いてあったんだけど、やっぱり不具合か。まあいいや、じゃあこの状態から始めていきましょうか。ちなみにこの上にはあそこのドラム缶を使ってねダッシュしてこの上に登ってこちらまで登っていきました。ではまずは床ですね。ここ、あ、ちょっと置けるか、この隙間に置けますね。ここら辺も置ける。どれくらいいけるんだ。ただこういったとこは置きませんね。空中どこでないと無理の可能性がありますね。こっちはどうだ。ここら辺は多少余裕がありますね。ここら辺をうまく使う。とりあえずまずはここら辺に適当に配置しましょう。ポット配置ちょっと高めにしてみますか。空中どこ置くんでしたらね、高い方がいい。まずはこれに合わせてみるか。こんなもんかな。すれば新たにこれ、この床を買いました、アトミックショップで。しかしこっから拡張できないな、ここにはつけられない。階段はどうだ。ん、今なんか置けましたね一瞬。これは置ける、置ける。あ、これが配置できたけど、どうなってるこれ。こんな感じで詰まってますね、これはね。あまり見た目良くない。逆を向けてみるか。これならば登れますね。ここら辺のコードは問題ないのかな。さらにここから空中床をつけることはできるようだが、向こう側か。これを作るとしたら、全体を覆う形になるのかな。これがぴったり貼れますね。こんな感じで。これをくっつけられるかな?うわー、無理だ。ここは重なってしまう。もうちょい右ですね。これに貼りたい場合はね。こちらにまっすぐ伸ばしてみてと。ぴったりまっすぐならば、これを基礎としたいもんですが、そこそこまっすぐなってますね。こちらは無理か。空中どこをつけたいが、これを外すか?これつけられる。向こうに伸びるかな。伸びた、伸びたけどこれ以上は続きませんね。これではとりあえず下の拡張は難しいので上に一回伸ばしてみますかね。どうなるか。空中に床を設置してみよう。ここら辺は設置が全然可能ですね。壁を下ろしてみるか。そうだ、壁といえばね、いろいろ手に入りましたからね、そちらを使うのもいいですね。上からここにぴったり合わせるとかできないかな。この黄色い位置にね、合わせれば多少見た目が良くなるかもしれない。下に壁。どうだ?あ、ああ。ぴったり?結構ぴったりになってますかね。壁を下ろす。ああ、ちょっと位置悪いか?どうだ?わからん。何度かちょっと覆えましたね、しかしね、ぴったりね。もうちょいこっち、左か。壁を下に下ろす。新たな壁使うか。いろいろ手にした。これが欲しかったレンガか。レンガの他にも、これは機械の壁かな?金属か。これはベニヤ式。どれが合うのかな?いろいろ増えましたね。壁を下に、おろ、お、お、くっついた。こっち側これでいいかな?ああ、レンガだよ、レンガ。変電所内に。レンガの壁ができたぞ。こちらに空中床を伸ばしてみる。こちらは設置ができる。ここはハンドゴー。結構ぴったりね、はまってるようには見えますけどね。ここら辺を一旦解体して階段を下ろす。下に床をつけて、こっから階段を伸ばす。
こちらを外して、ここに階段？ここから空中どこは？上を壁で覆う。さらに高くするか？爆弾落ちる。ここはどうだ？場所は。どうなんだ？爆弾大丈夫か？ここから上に階段ですね。さらに。高さは、問題ないな。ここは上のフロア。下に壁を下ろしてみるか？ここら辺から。つけられる？無理っぽい。ああ、重なってる。どこを？壁を下に下ろす。こちらに結合。ここら辺を覆っていく形になるかな？壁で、覆っていきたい。ここをまっすぐ下ろしてみるか？下ろせますね。こっちはどうなんだ？エリア外にはならないか？ここ大丈夫なんだ。ギリギリ切る。ここに床は行きそうですね。配置が可能。いいねいいね。レンガの壁が埋まっていく。ここはこうかな？こちらは、これで置いたい。ここを半分の床にする。そして、全床を配置。全柵で覆う。これならば、見た目はぼちぼちかな。ちょっとやっぱり隙間が空いちゃいますね。ここら辺はどうするか？あら、これくっつかない。あ、くっついた。とりあえず下を、床で補強する。こちらに空中床を伸ばしてみよう。どんどん伸ばしまくる。そうすることで、下に壁がね、下ろせますね。壁が下ろせるはずなんだが、よし。壁下ろす。いいぞ。壁で、覆っていく。ああ、この壁コンクリート使うんですね。あまり、置けないかもしれませんね。そう、うかうかとね。ここが、埋まる。まっすぐの何らかの空間になった。窓。ああ、これ、レンガの壁って、窓が2種類あるんですね。扉も2種類ある。とりあえず、ここは周りを、これで、覆うしかないかな？こちらと開通ですね。で、ここを壁で埋める感じになるのかな？見た目をね、補強するんであれば。上に塔を敷き詰める。こちらに、ぐるっと回って、あとは壁か。よっと。壁を張りまくり。おおむね追いましたが、こっちはどうする？とりあえず同じく、壁で埋めてみよう。これがこっちか？ここに空中動画をつけばいいのか。つけるには、階段を下ろす必要がありますね。どこからかね。ハンドコ。階段。ハンドコ配置。ここからさらに空中床を下ろしていく。これで、こっちにつく。ここを壁で覆うことができる。こんな感じか。とりあえず下に下ろそう。形にはなっている。なっているのか、これは。ここら辺は大丈夫かな？なんとか下ろせますね。床はどうだ？床はつけられる。こっち側の壁はつけられるのかな？いけそうだが、ここら辺が無理っぽいな。ここに塔を設置。壁は、ここにつけるか。とりあえず下も、覆えるんであれば置いたいが、これじゃ無理か。ここに入り口作りますか、じゃあ。壁で、再び覆っていく。下に下ろす。となると、こうかな。こんな感じか。要塞のような何かが出来上がっていく。壁。こちらも壁で隠せますね。窓にするか。土台をつけられるんだ。この辺は。おお。周りが土台で覆えていきますね。綺麗に。柵を張れば、見た目が良くなるかもしれませんね。階段。こちらに壁をつけて、そろそろ容量が厳しいね。あ、ここはつけられないんだ。なるほど。ここを部屋にする。じゃ、残りは最上階ですね。これを床で埋めるのは簡単ですけど、どうしようかな。もう一つなんか欲しいですよね。家的な何かがね。
とりあえず一回ここで埋める。このフロア材質買えるか。せっかく購入した。これ使えますかね。こちらに床を張る。ここ壁で隠せるんじゃないか。こんな感じで。こっちはどうだ。あら、こっちにつかない。つきそうだ。おーっと、やった、ついた。なんだ、隠せるじゃないか。やったね。いいね、いいね。これで隠せるけど、隠すんであれば、これこうか。こちらに配置。こちらに、引っ張ってと。小さめの 2×2 ぐらいでいいかな。作るんであればね。これで、家っぽくしていく。屋根をつけるか。斜め壁。コンクリートは足りるかどうか。果たして。足りてください。お願いします。あとは柵とドアをつけて、残りは家具ですね。その配置シーンはカットしましょう。では完成しました。早速見ていきましょう。こちらが正面ですね。こんな感じで覆うことができました。向こうに少しが飛んでますね。で、横に回りますと、こんな感じですね。ちょっと、覆うことが難しかった場所は、こんな感じでね、露出させています。まあ、結構折り合いがついたかなという感じですね。不自然にはみ出てる場所は、こうやってね、杭をつけました。そしてこちらが、裏ですね。裏はこんな感じ。整ってますが、やや味気ないですね。もう少し色々。置きたいものですけれど。では入り口から入ってみましょうか。こちらですね。ここにゲートがあるので、これを開くと中に入れます。こっちは既存の変電所内ですね。ここから入ってみましょう。こちら進みますと、内部はこのような通路になっています。中が見れますね。ここから降りると裏口に進みます。まずは正規ルート。上に行きましょう。ここはちょっと開けていて、ここでピアノが弾きます。やや殺風景ですね。結構内部からコードがね、すごい飛び出ています。いかにも痺れそうな。で、こちら上に行きますと、作業スペースですが、まずはここですね。余ったスペースを利用して作られた。途中の仲介。ここも内部が見渡せます。ここら辺の部品が壊れたら修理することもできますね。で、上に上がりましょうか。こちら進みまして、上に上がりましょう。その前に、ボルトボーイとボルトガールがね、お出迎えしてくれますね。そしてこちらは随分真っ広ですが、作業スペースです。ここに、ケミストリーステーションやら、アーマー作業台、あとは収納ボックスですね。あとこれが早速購入したテント風の何か。ここでも作業ができます。そして真ん中のこの家がベッドルームですね。こちらで寝ることもできますと。テーブルとランプ付き。で、一回戻りましょう。こちらを降りまして、こっからこちらに出ることはできますが、後ろにもちょっとした休める場所がありますね。椅子とテーブル。ドア開けて。ここは変電所内部ですね。元からある施設。こちら、これも利用できますね。中には何があるかな？ここはいろんな雑貨が置いてありますね。壊れたターミナル付き。で、ここから出まして、こちらですね。上にちょっとした小部屋があります。テーブルとポスターのある部屋。そしてこの下は、ここを開けるとクッキングステーション。恒例の狭い場所でクッキングができます。こっちは内部ですね。こんな感じでね、変電所内部囲うことができました。さらにこちらに回りますと、ここもちょっとした通路ですね。収納ボックス。そして裏口に出ます。そしてこの裏口から登りまして、ここも通路を利用した何らかのスペースですね。椅子が置いてあります。この椅子に座ることで
正面のね、ホワイトスプリング、これを眺めることができます。こんな感じですかね。じゃあ最後に写真を撮りましょう。ではこれで撮影しましょう。写真を撮る。 OK。 さて今回はね、ちょっと実験的な試みでしたが、なかなか綺麗に収まったかと思います。結構ね、変電所は世界にいっぱいありますよね。多分どこでも変電所はね、キャンプ建てられると思うので、内部ね、まあ皆さんもよろしければこの変電所キャンプ挑戦してみてはいかがでしょうか。ではでは。